comes a time in someone's life when you find the things that matter. And every time we touch, the love runs deep. We realize it's ours to keep, and that's all that really matters. No.
66人で、全有権者の 13.40% となり、4年前の衆議院選挙の896万人余りのおよそ 1.56 倍に当たり、人数にして502万人余り増え、これまでで最も多くなっています。投票は一部の投票所を除き午後8時で締め切られて即日開票され、今夜大勢が判明する見通しです。台風11号は暴風域を伴って八丈島の南の海上を北上していて、明日にかけて関東の沿岸に近づく見込みです。気象庁の観測によりますと、台風11号は午後6時には八丈島の南南東210キロの海上にあって、1時間に20キロの速さで北西へ進んでいるものとみられます。中心の気圧は、県付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心から半径60キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風はこの後も暴風域を伴ったまま北上を続け、伊豆諸島は明日未明から、関東は明日昼前から台風の暴風域に入る恐れがあり、関東と東北の太平洋側の沿岸と伊豆諸島では大しけになる見込みです。また台風の接近に伴い、関東では今夜から、東北では明日昼頃から雨が強まり、局地的に1時間に60ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東で300ミリ、東北で150ミリ、伊豆諸島で140ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波、それに河川の増水などに注意するよう呼びかけています。名古屋市のマンションの一室で18歳の女性が倒れているのが見つかり、間もなく死亡しました。部屋の窓ガラスが割れていることなどから、警察は何者かが窓から侵入し女性を殺害した疑いがあるとみて捜査しています。昨夜10時40分過ぎ、名古屋市北区のマンション第二金城ビルの3階の一室で、この部屋に住む米森奈穂さん18歳が倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが間もなく死亡しました。警察の調べによりますと、米森さんは衣服が濡れた状態で、目立った外傷は見つかっていないということです。また隣接するビルに面した部屋の東側の窓ガラスは鍵の部分が割られ、このビルの踊り場で昨夜7時半ごろ、身を隠すような不審な行動をとる男が目撃されているということです。米森さんが見つかる前には、知人の男性からトラブルがあって女性が怪我をしているので通報してほしいと先輩に頼まれたと消防に通報があったということです。警察は通報を依頼した男性が何らかの事情を知っているとみて行方を探すとともに、何者かが窓から侵入し米森さんを殺害した疑いがあるとみて捜査しています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
close to you. There comes a time your loss fades away. And when love turns a bitter blue, sometimes it feels like it's so hard to stay.